皆さんおはようございます。こんな顔でごめんなさい。ちょっとまずこれ済ませますね。サブリーの音って、あ、無印の乳液持ってきたのでこれで蓋をします。乳液ね。はい、仕切り直して皆さんおはようございます。今日は Get Ready With Me を撮っていきたいと思います。そのスキンケアを済ました状態なので、まずはコンタクト入れます。コンタクトはね、この前毎日メイクで紹介したディファインを入れていきます。今おはようございますって言ったんですけど、時間がもう今14時なんですけど、朝の私は7時50分に起きて、そこからいろいろ仕事というかね、動画の編集とかしてて、今日は友達とアフターシックスでディズニーに行くので、その支度をしていきたいと思います。今回もファッションとメイクとバッグの、ね、中もちらっとお見せしようと思うので、ぜひ最後まで見て一緒に、ね、支度してくれたら嬉しいです。6時前には合流してイクスピアリでね、ご飯食べてからパークインしようっていう話をしているので、気持ち急ぎ目でメイクしていきます。あんまりね喋ってられないかもしれないんですけど、一緒に支度してください。まずはこちら、夜からですけど一応日焼け止めも入っているこちらを使っていきます。これね結構本当に使い切るんじゃないかって思うぐらい気に入って使ってます。混ぜて肌にのせます。今日友達と行くんですけど、何気に今年ディズニー初ですね。今年入ってから初めてディズニーに行きます。大晦日に行ってから行ってないので、なんだかんだもう3月になっちゃった。初めてのディズニーで、今年の頭はもう引っ越しのことばっかで忙しかったのでなかなか行けずに、まあ今もまだ落ち着いてはいないんですけどちょっと久々に息抜きということで友達と塗ってきます。スポンジが今切れてるのでティッシュで軽くオフしてコンシーラーを塗っていきます。コンシーラーはいつものこの2本、カリプソのマジックコンシーラーとメイベリンです。なんか最近すごい久々にデパコスも気になっていて、ナーズのなんだっけ名前忘れちゃった、昔が使ってたコンシーラーをねもう一回買ってみようかなってすごく思ってます。鼻周りで指でポンポン、気になるとこはこのケイトのレアペイントファンデーションでタップしておきます。これ本当にカバー力あるのでびっくりしちゃうパウダーはサナエクセルのエクストラリッチパウダーです。やばい、めっちゃついちゃった。おでこがサラサラになったので次はシェーディングです。眉毛はいつものケイトとエクセルのセットを使って描いていきます。なんかこの間の Get Ready With Me の時にずーっと私喋ってるんですよね。基本的にあまりカットしないでくださいって言われたんですけど、めっちゃ長くなっちゃいそう。大丈夫かな。そういえばやっと今週の今週の半ばなんですけど、今週の頭にやっとチェストが来たので、お洋服をねチェストの中にしまうことができて、段ボール生活からやっと抜け出されました。やっぱりこの時期って本当に皆さん引っ越しするんだなっていうのを感じて、自分は大学の時もお家から通ってたし、まあ、高校ももちろん実家から近いところに通っていたので、あまり引っ越しというものに縁がなかったんですけど、今回ね引っ越しをして、この時期ってすごく人がこう動く時期なんだなっていうのをこの年になってやっと感じました。で、眉マスカラで眉毛色つけていきます。今日めっちゃあったかいからどんな格好で行こうかすごく悩んでて、意外とディズニーってこの時期でも夜は寒かったり、割と海辺の方なので風が強くて、なんか昔中学校の卒業の時かな、友達とディズニーに行ったんですよね、静岡から夜行バスに乗って。その時にすごく寒い思いをした記憶があって、なんかそれがずっと忘れられないのと、なんだかんだ毎年ね学生の時は友達とね3月ってディズニー行ってたなと思って、今日は結構20度ぐらいまであってあったかいんですけど、
どうしよう。ルナソルのスキンモデリングアイズとエクセルの2つのセットを使っていきます。やっぱ今の時期だから混んでんのかな。でもさすがにまだ中学生とかは休みに入ってない気がするので大丈夫と信じたい。まあ夜だけだし、今日は多分ランドかな C かな、まだ悩んでるんですけど、一緒に行く友達がお酒大好きなのでもしかしたら C かもしれない。涙袋はいつものこのピンクを入れます。この締めカラーでアイシャドウができたらまつげを上げます。もう上も下も今日はこれでいいやって感じで塗ります。なんか薄いなと思ったら下にアイシャドウ入れるの忘れてた。アイメイク完成しました。そしたらハイライト入れてなかったのでハイライトを入れます。最近はクリニックか RMK をあとほぼ交互に使っています。頬骨のとこと穴、目頭、あとキャンメイクのパウダーチークス PW42 番を使って目の下をサッとツヤッとさせます。目の下グッとせて、このジルスチュアートを使います。今日はねちょっとリップメインにしたいので軽くだけのせます。リップはイブサンローランのボルプテプランプインカラーの5番とディオールのリップマキシマイザーを塗っていきます。これをまずはポンポンってしてつけます。リップマキシマイザーも重ねます。家出る前にね歯磨きするんですけど、まあいいや、とりあえず塗ります。はい、今日はこの2つのリップを持っていこうかどうしようかなと今悩んでおります。まあ夜だけなんですけど忘れずフィックスメイクアップを吹きかけます。そしたらヘアセットに移っていきたいと思います。洗面所にやってきたので髪の毛を巻いていきます。でちょっとその前にまず髪の毛をブラッシングして、N ドットのボリッシュオイルを塗っていきます。これはちょっと最近はもう欠かせずどっぷりワンプッシュなじませてます。そしたらブロッキングしてまずは毛先を内巻きに巻いていきます。こちらのクレイツの 26mm のコテを使ってます。これ使って内巻きします。軽くこんな感じで内巻きにしたら髪の毛巻いていきます。はい、こんな感じでね最近は結構きつめに巻いて、こっちの方が先にやったのでこっちをほぐしていきます。結構ガッツリほぐしてもかなりクリクリがついてる感じです。でまだ仕上げずに結構しっかりほどいて表面だけちょこっとだけ巻きます。見かけて前髪を巻きます。前髪は美容師さんに教えてもらったんだけど、まずオイルでちょっと髪の毛をこう真ん中に持ってきます。こんな感じ でここになじませて他の毛もなじませて、こんなね変な感じにして、普通のコテでやってもいいんですけど私はストレートアイロンで前髪を挟んでくるっとしてます。ちょっとね前髪が伸びてきたので結構巻かないと目にかかっちゃうんですけど、こんな感じに
巻いて、こっちはこっちに巻きます。でこの横の毛もこっちに巻きます。前髪を薄く見せるのはオイルとかのこの質感で結構薄く見えたりもするから、まあ、オイルを結構しっかり塗って巻いてます。こんな風に前髪が完成したので、最後にこちらの N ドットのナチュラルバームを爪できっと取って、これを手になじませて髪の毛に揉み込んでいきます。これをつけるとまたさらに毛の質感が変わるし、髪がねいい感じになるはず。前髪もちょこっとつけて、で気になるアホ毛はこれで押さえておきます。髪の毛巻き終わりました。最近はこういう感じが多いです。はい、何で見えるか、はい、はい、ということでお洋服着替えてきました。今日はライダースとスカートを合わせようってことになったので、ライダースを羽織ってスカートを履いてスニーカーで今日は行こうと思っています。で今日のバッグがこちら2つを持っていこうと思います。でこっちのカバンの中にはまずお財布、こちらには小銭と1万円札1枚だけ入れました。携帯です。携帯はこれね、IKEA の Vlog の時に携帯カバーが壊れたってお話ししたんですけど、リングが変な風に取れちゃって、でこのリングをきれいに外そうと思ったらね、ここの部分がガラスだったので圧がかかってパキって割れちゃったので、新しいやつを Amazon で買いました。とりあえずピンクならいいかなっていうので、ピンクのこれと、リップはこちらのディオールのリップマキシマイザーと、こちらのイブサンローランのボリュプテプランプインカラー、先ほどつけたカラーを持っていく。あとはハンドクリーム、サボンのハンドクリームと、バッグの横のポケットのところにまあ必要な身分証ぐらいは入れておこうかなと思って、身分証だけは入れてあります。なのでこれを入れるとこんな感じになっています。これとアニエスベイのちっちゃいなんかハンドバッグの方にはこのカチューシャを入れていこうと思っています。カチューシャはちょっとどっちか悩んでるんですけど、まあどっちかを持っていくのと、はハンカチとこのお薬と目薬とティッシュは入れてあります。まああんまり使うこと今日はなさそうなんですけど、このちっちゃいバッグはロッカーとかに入れちゃおうかなと思っています。今日はちょっとパスケースはいらないかなと思って、今回は持ってかずに行こうと思います。なのでこれにこれをかけてバッグを持って行きたいと思います。こんな感じで支度ができたので全身を見せたいと思います。今日はこんな風なファッションで行きたいと思っています。ブランド名とかは出しておこうと思うんですけど、ザ・プチプラです。スニーカーはこのコンバースのやつを履いていきます。でこのバッグをかけてミニバッグを持って行こうと思います。今日は結構あったかいので、まあちょっと寒くなるかもしれないので、一応この中に北海道もね入れておこうかなと思います。はい、こんな感じが今日の私のファッションでした。ちょっとまだ時間があるので洗濯物を畳んだりとかはしようと思うんですけど、はい、友達とディズニーはこんな感じで行きます。はい、では行ってきます。バイバーイ。